でバンコクのサパンタクシーの駅の近くにいますね。サパンタクシーの駅ということでロビンソンデパートがあってロビンソンデパートのところに今いるところです。この後夜になると、屋台がね結構出るんですけどね、サパンタクシーはよく来てたの昼間に来ることが多かったんで、夜の感じたまに、まあ、初めてですけどね、これがロビンソンデパート。飲み物系も売られてますね、はい、結構もういろんなものが売られてる感じですよ。いやイカかあとこれはお菓子多いね。すごいね、すごいね。でこういう感じですね。なかなかいい感じです。でこれからちょっと川の方に行こうと思ってます。川の方サパンタクシーの駅があってボートが駅があるんですけど、そこから今歩いてきてるんですけど、サパンタクシーの駅がそこにあって BTS のね。でこれからこのボートの駅の方ですね、行きます。昔はよくここから乗ってたんですけどね。でこういう感じです。橋があってということで日本が結構建設した極みです。でそこからボートが出てるんだけどこっちはもうすでに閉まっちゃってますね。で今そっち側ですけどこの上に行くとね橋の上から結構大きいで、この行きました。昔からここで撮影する場所として使ってるんだけど上に来るとこういう感じ歩道になってるんですけど、ここから向こう側にもありますけど、ね、写真を撮るといいです。こういう感じですね。まあ、公共って結構溜まってるんですけど、まあ、この辺り視覚するとチャオプラヤがその、まあ、景色が綺麗に見えてね、リバービューの方ですね。そうするとこういうボートクルーズがあるんで、この船を見ながら楽しめる感じですね、はい。なんでサパンタクシー駅ね、ホテル泊まられる方でちょっとこの景色を楽しんでサパンタクシーに降りていただいて、そこからさっき言ったと階段で上に来て橋の上に来るとこういうところで来れますからね。
ょっとこっちが落ちないように気をつけてください。大丈夫です、はい、ただ夜だと通行人がいるから当たったりしてこっちの方さえね、気をつけてください。周りを通していただいて、こういう感じですけどね、まあ、久々に来てます。よく昔はよく来てたんだけどね、最近あんま来なかったんですけど、久々にちょっとこっちまで、来てみました。